大変長らくお待たせいたしました。ここからは英語使いませんですね。が、ですね、明るく喋ってますが、ドキドキしてる、もう全く慣れない歌の時間がやってまいりました。今日でございます。毎度毎度言い訳をぶちかましておりますが、曲は変わらず、Bad な Beautiful でございます。Bad Beautiful でございます。まずもうね、緊張しちゃってね、喋りがね、とちらかってるって、いつも通りですね。まあ。こういうのはサスペンション、サスペンスだね。実はよくガーンって日本人って言うんですけど、これピアノのこの、衝撃を受けた時にやったのは、うちの三浦、元師匠の三浦なんですね。音響さんがガーンとかなんかショックを受ける音ってないのかって言ったら、これでいいんじゃん、ダーンってやったら、それがなんか日本のスタンダードの音になってしまって、ガーンっていうのはこの音なんですよ。まあいいんですか、そんなのに、こんな感じで弾いときゃいいぞって言われ、まあいいんですけど、頑張ります。バッドビューティフル、マスク外して歌おう。いいよね。
little bit。
ありがとうございます。お付き合いくださいまして。もう今日は終了しましたよ。ここからはインストルメンタルを始めますけど、あ、そうそう、さっきね、まあ、これ、こういう話ってあんましないんですけど、こう、僕の体っていうのは、小さいので、アメリカに行った時に、黒人の連中って僕より3倍ぐらいあるんですよね。手も、まあ、僕はすごく小さくて、で、僕の2倍ぐらいあるんですよね。で、バーリー・ハリスとかは、身長は僕より小さいのに、手を合わせると、僕より2回りぐらいでかいんですよ。で、だから、こういうふうに、違う音が左手だけでできちゃうっていう、すごいでかいんですけど、で、それで、彼らがピアノ弾くと、めちゃくちゃ小さな音でもよく通るってなるんですが、僕嫌なんですよね。体が小さいとか、なんかそういう言い訳で音が出ないなんて、なんだそりゃと思って。で、何したかっていうと、天然の石をね、叩いて、音を出すんです。これレコーディングで弾くんですけど、これ下の階まで響いてるんですよね。で、それをやって、軽い音で弾いたときに、このピアノの箱を鳴らすっていうことを やらないと勝てないんですよね、海外では。だから強いタッチで弾くなんて言ったら、まあ、簡単に言うと、レンコンでもできるんですよ、ジャガイモでも。ジャガイモでも強いタッチ落としたら鳴るんだよね。そうじゃなくて、軽いタッチでもよくなるけども、箱は鳴らせなきゃいけないっていうのは、インパクトの話になっちゃうんですよね。で、最近はちょっと、肩甲骨を使って、演奏するっていうのをちょっとやってるんですが、これがまたね、長年つけたら体の動きがあってちょっと大変なんですけど、まあこう見てもね、自慢すると1988年の僕オリンピック選手だったんですよね、なんて自慢したりして、だからなんだっていうのね、もう1988年だ、30年以上前じゃんね。まあまあそんな話でね、まあそういう話をねするときに、今の前もよく自慢してるんですけど、相変わらず平均体脂肪率は 3% なんですけど、医者に行くと、医者というか計測しに行くとね、大体スポーツトレーナーたちにざわざわざわってなって、で、まあそれで、それでもあって血液検査はしたんですけども、まあまあまあ、はあ、ああ、すっきりした自慢話しちゃった。そうかいみたいな。で、自慢話していっぱい聞いていただいてるので、2曲続けていきたいと思います。Fly Me to the Moon と You'd be so nice to come home to.Thank you.
ちなみにさっきのポコポコ叩くっていうのはリコちゃんも本当はねやったんだよね。あんまり言わない人なんでたまには紹介しておこうとってずっと叩いてたっていう時期が3年ぐらい続いたんですよ。実は音を鳴らすってことで、でまあまあそれはいいんですけど、音楽ってね日本だとこう楽譜とかいろんな理屈は存在するんですけど、これね簡単に言うとね時間のスケジュールが書いてるだけなんですよね。あとで、まあ、そんな証拠も、何個の話をしているかというと、2018年ですよね、FX でのレコーディングの時に、実はその J-POP って言われている歌謡曲、J-POP、日本の音楽界は10年間、ですから2007年から8年にかけてから2018年の間、実は全く売れてなかったんですよ。でもいた音楽がね、でもどうするか全く分かんないっていう状態の中、まあ抜け出したのがジャズの即興演奏だったっていう話が、話ではなくて、それが今メインの主力で、これ本当はね言うとちょっとまずい話なんですけど、まあね別に言ったところでできない話なんですよ。何かっていうと2万5千人 ABEX ってピアニストを囲ってるんですけど、その中で本当に即興演奏できるって言って手を挙げた人は2000人いたって言ってました。でその2000人って何かっていうと2万5千人みんなできるって言うんですけど、商品になるかなっていう基準で見ると2000人かなって、でその中でこれは商品になるよねっていうのは20人だって言いましたね。でその中で即興演奏をガチで 100% やってるのは僕しかなかったって言って問題になったんですよね。2018年の時にちょっとやり合いになったんですけど、そういうことがあって、でその後ずれる、あと僕がやってる即興演奏のピアノが妙に売れると世界で、でずれるからじゃないかと。何かっていうと今実はその ABEX から指示でメトロノームクリックは使わずにやってくださいねっていう通達が来るんですよ。でもしそれを使った場合はミュージシャンたちは仕事がなくなるっていうことになるぐらい売上数字が出てるっていう形になってるのでっていう話なんですよ。でだから時間のコントロールすればいいんですよって話を、まあ、ABEX の関係者に話トップの連中の話をしたら、まあ、これがまたすごい嫌になって、言ってるだけでできるわけだねって言って、まあ、やることになって、まあ、その2018年のレコーディングでクリックを一切使わない、音なんかないと、歌がいきなり始まってくる中でじゃあレコーディング始めますっていう声だけはスタート、でもそれいつスタートするかわからない中でピアノをつけて、それが音楽業界のチャートを全部その J-POP を抑え込んで売れたって言って、ビルが3軒建つぐらい売れて、その会社が助かったって言って未だに感謝されているので、僕は何かあった時の突破口として囲われてるっていうか、
中途さんはちょっと仕事を与えといて困ったら中将さんっていう、まあ、中将さんって中将、困ったら中将みたいな感じで厄介な仕事ばっかり来るんですけど、僕のところには。なんだそりゃっていう。なのでちょっとまあ時間がね多分あったらお見せするかもね、やってくれるんだよねって空気になってますよね、みんなね。こうやって僕はね時間を潰してて、時間なんかさっさと帰っちゃうってひどい人かもしれないですけど、あ、まあ、とりあえずですね、あと2曲ではこのステージは終わるので、で時間があるので多分まあアンコールをお答えして何かすると思いますが、何かするここに PC はあるんですけど、何のためにやるかって言ったら何やろうかなと思って置いてあるだけで使わないかもしれないですけど、まあ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 、とりあえずあと2曲お届けしたいと思います。ブラックオルフェとオールタスシングルは2曲続けてお届けします。
ありがとうございます。Thank you.
勝手にアンコールやろうかなと思ってるんですけど、いいっすよね、もう時間もあるし。で、どこ行っちゃった、どこ行っちゃった、これだ。で、今ね、川崎、上岡ってあるんですよ。その駅にサンマルクさん、まあサンマルクさんってのはこの辺りにも、さまざまあるんですが、そこでやってることをちょっとやってしまおうと思って、本当はすぐやるつもりだったんですけど、準備できてない土地でね、だからちょっと準備する前にちょっとソロピアノを弾いていようかなって思いますので、まあ、じゃあ、文句なんかね、弾いちゃいます。あ、セレニアス文句、今日ね、近くのジョイフルに行ったら、なんだよと、テリー・ウィルソンとアーツ・デイタムと文句と、なんでかしらジム・ホールと、その4人がずっと違う曲ですけどかかってるっていう、僕にとっては素敵なんですけど、あれ一般の人が聞いたらなんて思うんだろうなって思いながらも、それに影響されてるおじさんはそれをやりたいなと思って今一生懸命頑張ってもらってるんですけど、でちょっとだけソロピアノをしようと思って喋ってるのは楽譜がないと覚えてないっていうひでえ人なんですけどね、これね。どこ行っちゃった？ハロー、モンク、はーい、こんにちは、セミナスモンク、いた、見つかるもんだね。じゃあちょっと、モンクの曲な、セミナスモンクの曲をちょっとお届けしたいと思います。ルビーバイディア。Thank you.
変長らくお待たせいたしました。ですね、ちょっとまあ時間差があるので、ですね、これはコルトレーンの CD から特殊なアプリを使いまして、仕事用なんですけどもね、サクサク抜き出しました。これは。こうなってますね。これコルトレーンです、サックスは。で、元々ある CD の音源から、ベースとピアノとドラムを抜いて、分解して抜いちゃって、今サックスだけ鳴らしてるんですよね。でもちろんクリックになるんですし、時間の把握だけでやるんですけど、ね、まあ、ちょっと、あともう一曲時間があるので、コードにしみれを。サクサク流れてるので、ではではちょっとまあお届けしますね。
ありがとうございます。すいませんね、まあ、なんか納得いってない感じ。じゃあもうちょっとだけやりますよ。ね、これジェイミーって言うんですけど、まあ、あんまりこういうことやっちゃいいのかな、まあいいや、たまには。ニューヨークでやってるメンバーのね、演奏があってトリオなんです、これね。1、2、3、4、1バックドライカーなんですよ。これオータムリーブスなんで、まあ、たまにはね、すいませんね、余興としてちょっと一曲、まあ、これでちょうどいいかな、ね、だいぶ疲れてましたが頑張ります。1、2、3、4、1
かったよ、おじさんは。Thank you。 もうおじさんは疲れちゃった。